はい、こんにちは。前回ね来て、トレイルをね大木のところに仕掛けるっていうことで、今日上がってきてね、今は前回タヌキがあそこのところで捕獲になったんですけどね、その大木のところへ今から、上がっていきたいと思います。イノシシも食べてるけど、ボン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 出てくる方が余計ですね。本当にすごいですよ。はい、大木のあるところまで、今来ました。トレイルカメラどうなんでしょうね。あそこにね、トレイルカメラを仕掛けてあって、あそこからここを、映してあります。なんですけど、前回来た時と前々回来た時にね、土が乾燥、今乾いてるように映ってるんですけど、乾いてなかったんだけどね、果たしてちょっとイノシシの足跡的なものもこの間来た時にはあったんですけどね、果たしてトレイルカメラに映ってるかどうか。多分新しい跡はね、これが新しい跡、やってんね。ここちょっと見てみる。この間ここだけが土が今乾いちゃってるけど湿ってたの、でここへ足跡があるの。これ足跡じゃないや、削り跡だろ。え、オスかなんかじゃねえの、キバトギ。でここへ全部ついてたね。ここのところにも、ここのところにも削った跡が、だから俺がトレイルカメラをそこに仕掛けたの。もみの木か。こっから、周りのタケノコで今一番新しいところがそれ。と思うよ。これ、ね、やったばっかりですよね。歯型がついてる。これね、まだこれやったばっかりですね。これね、生々しい。多分ここイノシシがここへ、でかいのがいるんじゃないの、きっと。わかんないけど、この小屋の中一回ほじくり返したところからタケノコが生えてんだけど、これもやってんじゃん、ここもやってんじゃん。釣り鉢用になんかなってたら、これ子供かなんか産んでんじゃねえの、その小屋で。え、その小屋の中でね、子供かなんか産んでんじゃねえの。これイノシシがやった後にキョンが食べてるんだが、なんもない。これ身がない、身がない。じゃあね、一回とりあえずトレイルの中身を変えて、もう少しね様子を、この周りをね様子ちょっと撮影していきたいと思います。はい、今ね大木が、立ってるところから反対側のね土手の方ですねに来てるんですけど、これこういうタケノコはねいっぱい見えるんですよね。このなんかで傷つけたようなタケノコ、例えばねこういうやつですね。
イノシシだと完全にこれ下掘り返して下の根っこを食べるんですけど、これがね、こういうタケノコが頭からお尻の方はね、イノシシがガツ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 食べて、頭の先っぽの方はね、キョンがね、それイノシシが放り投げたやつをキョンが食べてると思うんですけど、この食べ方とやっぱりこの傷のつけ方の食べ方ってこれ違うのがいるんじゃないのかなと一応考えました。で、上からね土手を見る限り、あんまりよく分かってなかったんですけど、下側からね見るとものすごいっていうのはね、至るところで掘り返してる跡があって、こちらも何かがいるのは間違いないと思いますね。まあイノシシも当然いるんですけど、こうやって跡があるんでね、掘った跡は大きい掘り跡っていうのは大体イノシシが掘った跡で、その食べ残しみたいなやつ、あ、これもやったばっかりだな、これね、ここへ、跡がついてるんで、あ、そっちもやっぱり同じだな、みんな同じですね、ここへ。色は白いんでね、これもね、まあどれほど食べてもタケノコが今出てるんでね、これだけ餌があればね、なかなかちょっと箱穴の方には本当に来ないですね。すごいわ。それじゃあ今日は一旦、このまんま栗のね様子見たんで、SD 取り替えて帰りたいと思います。